お疲れ様です。お疲れ様です。はい、2月も今日で最終日となりました。あっという間ですね。はい、1ヶ月分からんけど、1ヶ月お疲れ様でございました。お疲れ様でした。はい、はい、うん、ということで明日からは3月となりますが、うん、はい、はい、3月といえば、うん、何の季節でしょうか。3月といえば、はい、うん、もうじゃあ私が答えます。はい、ホワイトデーです。3月14日、はいはい、ホワイトデーがやってまいります。はい、はい、何ですか。え、ホワイトデーじゃん。はい、そうですね。ほら、やだ、バレンタインデーもらったでしょ。誰から。なっちゃん、なっちゃんからももらったし、私もあげたじゃん、代表にいろいろと。あ、そうそう、だからね、これね、ちょっと言い忘れてたんだけど、なっちゃんからはね、その日もらって、うん、で、その日伊藤さんは、ちょっと所用があって、うん、ちょっと早く帰った日だったんですよ。うん、そうです。ね、はい、で、なっちゃんからは、まあ、バレンタインですって言ってもらって、うん、それ、はい、まあ、動画で出してるわけですよ。うん、でね、うん、終わって、うん、よし、帰ろうと思ったら、うん、伊藤さんからね、うん、俺にね、うん、なんかね、段ボールにそう、なんかどっかの八百屋の、うん、なんか叩き売りみたいに、うん、段ボールになんか入ってて、うん、で、その段ボールのなんかこの紙のとこに、うん、代表へってなんかマジックで書き殴ったのが置いてあって、うん、あれ動画撮るまでね、うん、気づかなくてそうそうそう。あ、そうだったの。動画撮り終わってから、うん、あ、伊藤さんからなんかあるじゃんって言って気づいたんですよ。え、あ、そうなんだ。まあだから一応まあもらいましたけどね。そうでしょ、はい、だから、うん、私たちにお返しをしてよ、うん、ホワイトデーしてよ、してよ。そういうものなんですか、うん、ホワイトデーというのは。大きくうなずく、当たり前です。いやいや、お返しはしますけど、まあ、そういう催促をするものなんですかそうだよね、うん、でもお返しはしますって言いましたよね。はいはいはい、大丈夫ですか。なんでですか、このお二方、まあ、特に代表、女心があんまり分かってらっしゃらないようですけれども、大丈夫。 あのね、うん、もうそんな伊藤さんに今日は僕がね、うん、ちょっとこう一つね、うん、お勉強をさせてあげましょう。え、ね、うん、まあ、今のようにね、うん、あなたは本当にこう女心が分かってないとか、うん、あと例えばお客さんなんかと話をしているとね、うん、まあ、旦那さんがいらっしゃる方なんかの話を聞くと、うん、本当男の考えてることって全然わかんないとか、うん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 、こういうフレーズありますよね。あるよ、ね、うん、要するに人が相手の考えてることがちょっともうようわからんと、うん、ね、うん、これはですね、うん、これちょっともうあえて言い切りますが、うん、わかりません人が人の気持ちなんかわからないんですよ。ああ、そう。これはですね、うん、ちょっとこうもう極端に言い切るとですね、うん、これはこの世に人の気持ちが分かる人なんていません、うん、ね、うん、がしかしですよ、うん、例えばですね、うん、そのこうやってお話をしていて、うん、こうやってうんうんとかうんうんとか、うん、ね、うん、そうすると話してる方はですね、うん、あ、俺の話聞いてくれてるんだな、はいはい、もっと言えば、あ、俺の言ってることが理解してもらえてるんだなって思いますよね、うん、で、聞いてる方も、うん、理解してなくてもそういうふうにこうやってれば、うん、理解してるよ私って思わせることもできるわけですよね、うんうん、そうですね。で、実際にどこまで理解できてるかは、うん、これは本人にしかわからないですよね、うん、ね、うん、で、この場合ね、やっぱり大切なのはですよ、うん、そもそも自分でさえ自分のことなんてようわからんのに、うん、人が考えてることや思ってることなんかね、わかるわけがないんですよ。そうだよ ね、ね、うん、え、じゃあ人間って分かり合えないのって言ったらね、うん、だから分かろうとする姿勢、うんうんうん、ね、うん、相手の気持ちを分かろうとする気持ち、うん、分かりたいなと思う気持ち、うん、また相手に自分のことを伝えたいなという気持ち、うん、ね、分かってほしいなという思い、うん、こうお互いがね、うん、あ、伊藤さん何が言いたいのかな、伊藤さんの気持ちが分かりたいな、うん、ね、自分の言ってることが代表に分かってほしいな、うんうん、ね、うん、私のこと分かってほしいな、うん、伊藤さんのこと分かってあげたいな、うん、これが思いやりじゃないですか。そうだね、
ね、うん、この行為が思いやりなんです、うん、分かり合うことがいいことではなくて、うん、分かり合おうとするっていうことがもう人と人の思いやりの形なんですよ、うん、素敵だー、ハートトゥーハート、そうです、それをね、それをね、うん、お返しが欲しいばっかりにまだね厳密には3月にもなってないのに、うん、ホワイトデーのお返しくれますよねって、うん、どんなですかあなた。いいじゃんいいじゃん、ねえ、ねえ、ハートトゥーハートじゃないよね、ね、だからね、うん、僕が、ね、うん、女心が分かるとか分からないとか、うん、そんなのはそもそも分からないんですよ、うん、ね、でしかもね、うん、例えばその相手に自分のことが分かってもらえたってこう嬉しくなる時とか、うん、まあ、嬉しくなってる人とかいるじゃないですか、うん、まあ、極端に言えばね、分かってもらったような気がしてるだけなんですよ、うん、で相手だって分かったようなつもりでいるだけなんですよ、本当のところ分かってるかどうかなんてね、これは分からないんですよ、うん、そうだね、だから常に相手のことを理解しよう、うん、相手の気持ちをこう理解しようっていう、うん、常にそういう風な気持ちでいるってことが本当のジェントルメンなんですよ、うん、そうでしょ、ふんじゃねえよふんじゃ、ほらこんだけ力説してるのに、うん、ね、うん、喉痛めるよ、いまいちなんか全然ほら、うん、ピンときてないじゃない、伊藤さん、来たよ、すごい大切なことを教えてもらいました、だからね、うん、人はね、うん、分かり合おうと、うん、分かり合ってるか合ってないかじゃないんですよ、うんうん、分かり合おうと常にお互いがそう思い合うことが思いやりであり、うん、ね、そうすることで相手に対してこう優しい態度が取れたりとか、うん、ね、うん、そういうのが人の一番大切な向き合い方だっていうことを言ってるわけですよ、うん、ね、うん、いや、ふーんじゃねえよね、うん、で、例えばね、伊藤さんがその段ボールに入っていた中身を見て、うん、ね、もう極端に言えばですよ、うん、そのなんか入ってた中身によって、あ、伊藤さんはこんなに俺のことを思ってくれてるんだなとかを察するわけじゃないですか、うん、察したでしょ、だってそしたら段ボールにね、うん、なぜかね、うん、マスクのなんかマスクの詰め合わせみたいなの入ってました、そうそう、黒いマスクのさ、はい、あの白いマスクの箱って結構今どこにでも結構ね、はあ、あるんですか、うんうん、だけど黒いマスクの箱売りってめったにないんだよ、うん、あ、そうなんですね、そうだから、はあはあ、あ、代表は白いマスク似合わないから、うん、黒いマスクしかしないじゃない、はいはい、だから、うん、あの箱買いしてあげようと思って代表に使ってほしいなと思って、うん、あれね、伊藤さんからもらった黒いマスクね、うん、耳痛なるんですよ、なんかゴムがちょっと強いみたいで、大丈夫だよ、ゴムのとこビョンビョンって伸ばす、ちょっと耳痛なるんですよね、あれ、あ、使ってみたんだ、まあ、使ってみましたよ、じゃあここにさティッシュでも挟めとけば大丈夫だってそうだね、うん、まあまあ ね、 ね、うん、だから、うん、そういうのを見た時に、うん、伊藤さんこんなにこうなんか思いをね込めてね、うん、用意していってくれたんだなって思う、そうでしょ、それに対してじゃあどういうふうにお返ししようかなっていうのが、うん、今度僕の思いやりのお返しですから、うんうん、それはねその時になってこう感じ、うん、感じてくださいっていう、でなっちゃんからはなんかあの気持ち悪い魚のサンマみたいななんかチョコレートだったから、うん、それに対してじゃあどういうのをお返ししようかなっていうちゃんとしたのも用意しましたよ、ちゃんとしたのもね、いや用意してたけど、してたけど、うん、なんかサンマみたいになってる、なんかもうちょっとこれいまいち伝わらんと思うけどなんやこれみたいなのがあったわけですよ、うん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 、ね、やっぱなんやこれが来たからやっぱなんやこれを返さなきゃいけないってそういうふうに思ったりもするわけですから、ね、まあまあとにかくね、その伊藤さんがね、その女心が分かってないとかなんとかって言うから、ね、まあ、そもそも人の気持ちなんで分かりません、死ぬまで分かり合おうという姿勢を崩さないことが大事なんです、なるほどね、それを諦めた時その人との関係は破綻するんですよ、ね、そうでしょ、うん、で、ある意味で言うと、うん、例えば親子関係とか、うん、で、例えばなっちゃんがね今日なんかお客さんと話してて、うん、はい、まあ、思春期の頃に反抗期があって、うん、もうお母さんと喧嘩して、うん、ね、でもね不思議じゃないですか、あれ身内肉親とね喧嘩した時って、うん、まあ、どえらい喧嘩をしたとしてもですよ、うん、喧嘩をした後にこの人ともう会えなくなるかもしれないとかっていう感情ってないですよね、うんうん、例えばこれが彼氏と大喧嘩して、
ね、別れて帰ったら、うん、もうこれで終わっちゃうのかなとか、うんまあ、例えばそういう不安って生まれたりしますよね、うんうん、でも身内とどんなに大喧嘩してもね、なかなかそういうことって少ないじゃないですか、うんまあ、もしかしたら世の中にはそういう人もいるかもしれないけど、うんねうん、それはやっぱり根底にはね、うん、死ぬまでお互いを思いやろうという関係の間柄でいるから、うん、どんな大喧嘩をしたってね、どっかでやっぱりこう思いやりを残してるんですよ、うんね、だから相手のことを理解しようっていう気持ちがなくなった時、その人間との関係はかなり希薄なものになっていくわけですよ。そうでしょ、うん、だから俺なんかだから伊藤さんのことも理解しよう理解しようってもう思ってるからここまでね、うん、長くね一緒にねいることができたわけですよ、うん、そうでしょ、うん、そうだね、うん、うん、ね、うん、だからまあ、明日から3月、はい、でまあ明日明後日が、うちのお店は連休になるので、はいまあ、3月ねちょっと入った初日からまあちょっと連休になっちゃうんですけど、はいまあ、水曜日からまたねお仕事始まりますが、はい、ねでまあちょっと早いですけどもうね4月、はい、今年のこの4月は、うん、バックステージ創業20年、うーんもうすぐ20年、うん、その節目の日が4月7日、うんね、4月7日20年前の2001年4月7日に我がバックステージはオープンをしたわけですよ、うんはいね、その時なっちゃんなんてまだこんなちっちゃくて、うん、そんなちっちゃかったね、うん、そうなったんだそう、ねうん、その後まさかなっちゃんがこのメンバーの一人になるとはという、うん、まあ20年ですからそのぐらい、ねうん、20年ってことは、ね、1年が20回、うんね、生まれた子は20歳、うん、20歳だった人は40歳、うん80歳だった人はもういない、うん、ね。そうもうそのぐらいの、うんね、年月そうですね、ねうん、この20年一言で言いますけど、はいね、大変な年月ですよ20年いや本当に、ね、そうですね、うん、そうでしょ、うん、あの日伊藤さんと20年後まだこうして一緒にいるなんてね、うん、夢にも思わなかったですよ、うんそうでしょ、うん、まあねそんな20周年がもうね4月になれば来ますから、うんはいねまあ、3月はですねその20周年の何かいろんなこうイベントを考えたりですね、うんまあ、できればこの YouTube のを見てる、ね、方たちにも何かこう20周年のね、うん、なんかちょっとお祝いをね、うん、させてもらえればなんていう ね、 なるほどねちょっと気持ちもあるわけですよ、うん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 まあそんなことがね、はいまあ、また近づいてきてるんでもう明日から3月と、はい、あっという間にね本当に月日は過ぎていきますよ、うんねまあ、今年は本当にまたどういう1年になるか分かりませんが、うん、我がバックステージにとっては4月は記念すべき20周年の月になりますし、うんそうですね、まあ3月はね、まあ、世間的にはもうやっぱりね卒業式があったりとか、うん、まあいろんなイベントごともね本来なら多い季節ですよ、はい、ねなのでもうこの3月元気を駆け抜けてですね、はい、記念すべき4月を迎えたいと、はい、そういうふうに思ってるわけでございます、はいね、ということでホワイトデーなんかどうなるか知ったこっちゃありませんが、はいね、3月元気よくやっていきたいと思います、はいまあ、2月もね1ヶ月無事終わりましたので、はい、またね3月水曜日の動画でお会いしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。